皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は捻挫後の評価と治療についてお話ししたいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきました。13年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、また分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトにツイッター等で情報発信をしております。今回は捻挫後の評価と治療ですね。僕1年目の頃とかですね、捻挫でクリニックに来た患者さんは理学療法士がこうテーピングを巻くっていうようなことになってまして、まあ捻挫しても本当にすぐの急性期の人ですね、テーピングを巻いたりとか、まあもちろん松葉杖の指導とかですね、そういったこととかもやるっていう経験を結構しました。なんでクリニックとかそういうところによっては同じようにちょっとテーピング巻いてくれないっていう風に頼まれるっていうことも結構あるんじゃないかなと思います。まああとはアスリートの現場とかですね、トレーナーさんとかでその捻挫した選手に対してテーピングを巻いていくみたいな機会とかもあると思います。僕自身はちょっとこう現場で出たっていう経験がないので、基本的にはクリニックに来ていただいた患者さんで捻挫に対してちょっとテーピングお願いとかリハビリお願いっていう風に言われた人っていう経験しかないので、今回はまあ病院に来ていただいてその捻挫してしまったっていう人に対してどういう評価と治療すればいいのかっていうのについてお話ししていきたいと思います。まずはじめにちょっと概要についてお話しさせていただいた上で、その後はちょっと実技ですね、紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の捻挫はいわゆる内反捻挫ですね。足関節を内反してしまって外側の方の靭帯を損傷してしまったっていうケースでお話ししていきますので、まずはこちらのスライドをご覧ください。こちら足関節の外側の方にあって、まあ、いわゆるこの内反捻挫で損傷する靭帯っていうのをこう3つ紹介しています。1つ目が前鋸腓靭帯ですね。2つ目が周腓靭帯、3つ目が後鋸腓靭帯になります。この3つが損傷されやすいって言われてて、まあ、この後鋸腓靭帯に関してはかなり稀っていう風に言われてますので、基本的には前鋸腓靭帯と周腓靭帯っていう風に思ってもらえればなと思います。でこの前鋸腓靭帯はですね、見てもらって分かるように鋸骨の前からつくんですね、まあ、なのでこの靭帯っていうのは低屈で伸びます。なので低屈プラス内反ですごくこう伸長されますので、低屈させて内反させて、しかもこの足関節の外側なんだけどちょっと前の方が痛いっていう風におっしゃってる患者さんに関してはこの前鋸腓靭帯が損傷してるんじゃないかっていう風に考えることができます。もう一個の周腓靭帯の方なんですけど、周腓靭帯の方は低屈内反でも伸びるし、普通の中下位の内反でも伸びるし、背屈位の内反でも伸びるっていう風にも言われたりします。なんでこの周腓靭帯に関してはこうアライメントによっての評価っていうよりはあくまで圧痛所見とか場所ですね。捻挫ってもうすごい腫れてるんでどこをしても痛いみたいなのあるんで、なかなか圧痛所見取るの難しいと思うんですけど、どこが痛いですかっていう形で聞いてもらえれば、あ、じゃあ周腓靭帯かなとか、ここだったら前鋸腓靭帯かなっていう形で評価することができると思います。まあなんで基本的にはこの前鋸腓靭帯と周腓靭帯ですねの2つで考えてもらって、前鋸腓靭帯の方に関しては基本的に低屈内反で伸びるから背屈位にした方がいいよっていうのだけ押さえといていただければなと思います。じゃあ実際にこの後はですね、その捻挫後の患者さん見た時にどういう評価をした上で、じゃあどういうテーピングをした方がいいのかとかですね、あとは詳しいその後の処置方法ですね、そういったこととかもちょっと紹介していきますので、この後もぜひご覧ください。捻挫後の評価についてですね、ちょっと簡単に紹介したいと思います。大体ですね、こう外側の方がすごくバーンとこう腫れてですね、で痛いですっていう風に来られる方が多いので、でまずですね、まあストレステストになるんですけど、なんか低屈内反してこれで痛いですかみたいなのを見るのはやめましょう。めっちゃ痛いんで。一応こう内反させると痛いかなっていうのを確認するためにデリケートにちょっと確認なんですけど、やっぱこっち方向にやるのは痛いですよねみたいな形でゆっくり内反させながら、あ、それ痛いですって言って、逆に外反させたらこっちは痛くないですよねっていうのを確認するっていうのをやってもらえればいいかなと思います。稀になんですけど、ここの腫れた部分がこうやって衝突してしまうから外反しても痛いっていう人いたりするんですよね。外反でも痛かった場合ですね、内反でも痛いし外反でも痛かった場合は基本的にテーピングで止まんない可能性が高いです。なんでギブスを巻いてもらっちゃったりとか、あとはもう松葉杖でもう足つかないでくださいってやっちゃった方がいいと思います。止まんないです。やっぱ外反も行かないようにするし内反も行かないようにする
みたいなテーピングってまあできないですし、まあやるんだったらギブスの方が全然いいかなと思うので、内反だと痛いけど外反だと大丈夫っていうのをまず確認してもらえればいいかなと思います。その上でさっき低屈内反ですごく伸びるのがこう前鏡肘靭帯っていうような話したと思いますんで、まあ、ここの部分が特に痛そうだなっていうふうにおっしゃってる人が、内反するこの動きが背屈にした状態の内反、こっちとこっちでは痛みは変わったりしますかっていう質問をしてもらえるといいと思います。背屈位にすると楽になるかっていうことですね。あんまり変わんないですとかいう話だったら、あ、別にそんなに背屈誘導したりとか低屈を止めたりしなくていいかなっていうふうに考えられますし、逆に背屈した方が痛いですっていうような話だったら、さっき言ったですね、こっちじゃなくて周肥靭帯の特にこっちの方ですね、こっちよりもちょっとかかとに近い方、この辺がもしかしたら痛むんかなっていうふうに考えられるんで、なんで基本的に捻挫のテーピングに関してはまず内反を止めて外反に誘導したら楽なのかっていう評価と、あとは背屈位にしたら楽になるのか、それとも痛いのか、低屈位にするとどうなのかっていうのを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。まあトレーナーさんとかでめちゃめちゃこう細かくホワイトテーピングとかでガッチリいいテーピングを現場で巻かなきゃいけないっていう人に関しては、もしかしたら色々こう評価してですね、それに応じたテーピングっていうのは巻けるかもしれないんですけど、基本的にクリニックに来る患者さんだとしたら、テーピングで対応できる患者さんとまずできない患者さんっていうのを鑑別する必要があると思うんですよね。もういろいろなテーピング巻いて、歩かせてはやっぱ痛いですとか、歩かせてはやっぱこれでも痛いですとかっていうのを繰り返すようだったら、ほんと完全面化にして松葉杖にして炎症が引くまで待った方が全然効率的だったりするんで、まずこの低背屈で変わるか、外背にしたら楽になるのかっていうのを見てもらえればいいかなと思います。じゃあ実際にですね、テーピングの巻き方をちょっと簡単に紹介したいと思います。一つ目、この内反を止めるやり方ですね。ここの小骨の部分からこう腓骨に向かってこう縦にこうやって貼ってもらえれば、ここのテープの緊張がこっちに行くのをこうやって止めてくれますんで、ここからここに貼っていきます。でテーピングを巻く際に大事なポイントとしては、テーピングを巻く開始 C っていうのをしっかり定めることが大事かなと思ってます。当たり前ですけど、ない範囲の状態でこうやって巻いても意味がないんですよね。なんでしっかり痛くない範囲で股関節を外範囲にした状態で、ここでちょっと止められますかっていう形で患者さんに止めてもらったり、力入れると痛いですっていう風になった場合はしっかりこうやって足で止める、こうやって止めた状態でしっかり巻くっていうのが大事になってきます。なんでまずこう外範囲で止めていただいた上で、じゃあここで止めててくださいねって言った上でテーピングを剥がします。ここのかかとの部分ですね、かかとの外側の部分で、ここの上の方にこうやって貼っちゃってもあんまり効果がないので、しっかり測定の部分からこうやって貼れるようにしてもらえるといいと思います。測定の部分から貼って上方向に軽くテンションをかけながら貼っていきます。であんまりグイって貼っちゃうとこう皮膚が痛くなっちゃったりするんで、だけどただ貼るだけだと全然止めてくれなくなっちゃうので、ちょっと引っ張った上でこう貼っていくぐらいに貼ってもらえるといいかなと思います。最初と最後ですね、最初と最後はテンションをかけないで貼っていただけると綺麗に貼れるかなと思いますので、こんな感じで貼っていきます。でテーピングの長さに関しては、外科のすぐ上で終わっちゃうぐらいとかだと、ここの部分しかないってなるとあんまり止めらんないので、ある程度まあ肩への半分まではいかなくていいと思うんですけど、この辺ぐらいまでしっかりこう貼ってもらえるといいかなと思います。でこれをまあ必要に応じてもう一本とかですね、あと例えば低屈するとより痛いみたいな人だった場合はですね、前の方からこうやって貼ってもらえると、こう背屈も少しちょっとこう誘導しながら貼ったりすることもできるので、その辺はこうちょっと臨機応変にですね、逆に背屈すると痛いっていう人の場合だったら、あんまり前の方には貼らずに後ろの方にもう一個貼るとかですね、そういった形でちょっと調整してもらえればいいかなと思います。こんな感じでこう2枚貼っていくというテーピングがまず内反を止めるテーピングになります。キネシオテーピングって固定の目的じゃないから、キネシオじゃダメでしょっていう風におっしゃる人もいるとは思うんですけど、個人的にホワイト巻くぐらいだったら松葉杖で浮かしちゃった方がいいんじゃないって思ってます。ホワイトテープってやっぱ結構巻き直ししないといけないですし、アンダーラップも巻かなきゃいけないし、何より患者さんが貼れないじゃないですか。僕はキネシオで対応できないレベルの捻挫、すごい重症とかすごい複雑ななんか痛み方してる捻挫に関してはもう完全面化にしちゃった方がいいかなって個人的には思っておりますんで、まあ、キネシオテープを今回使用させていただいてます。
次なんですけど、足関節全体的に固定するっていう目的と、あと少し低屈を止めてくれるよっていうテーピングを紹介します。なるべく背屈肺内をキープしてもらって、じゃあここで止めててくださいっていった状態で、足の裏からこうテーピングをこう回してってクロスさせてこう巻いていくっていうテーピングをします。なんでなるべく背屈肺内にキープしてもらってテープを剥がします。で、測定の部分のとこがだいたい真ん中になるように貼ってもらった上で、こっちグイってやっちゃうとこう逆に内反方向になっちゃうんで、こっちはある程度にしていただいて、で、こっちを少し強めにこう貼ります。で、そうするとこう足関節こうぐるっと一周するような形になって、結構こう安定感がこう生まれたりするんですよね。なんでこれ結構患者さんが、あ、これなんかいい感じですっていう風に言ったりする人もいますん で、ここからこうぐっと持ち上げてるんで、低屈方向にも行きにくくなってます。ただすんごい止められるわけではやっぱりないんで、これでも痛いっていう風になった場合は、うん、まあなんかあんま効果ないかなみたいな形で、なんで基本的にちょっと止められるぐらいっていう風に考えていただければなと思いますんで、この低屈を活かせると痛いっていう人に関してはこういう方法がおすすめになりますんで、これをちょっと巻いてみてもらえればなと思います。背屈プラス内反すると痛いみたいな人に関しては、内反を止めるためのテーピングは巻いてもらった上でですね、こういった形でかかとをこう高くするようなものをこうかかとにこうやって入れちゃうっていうのがおすすめになります。これ何で作ってるかっていうと、これは段ボールですね。段ボールを切ってで、こう四角形ぐらいにしてもらった上でガムテープで留めてます。でこんな形のこうかかとのところに入れたら、このかかとの高さの分だけ常にこう低屈位みたいな形になりますんで、背屈すると特に痛いんですみたいな風におっしゃってる人なんかは、もうこうやってかかとを高くしちゃうっていうのがおすすめになります。まあ、なんで段ボールとか結構本当に僕も普段の臨床でよく使うんですけど、リハ室とか自分の治療ベッドの近くとかに置いとくのがやっぱりおすすめです。段ボールじゃなくても、あと例えば男性包帯のなんか汚くなっちゃったやつとかをこう丸めて作るっていう方法もありますし、まあ、とにかくこうかかとを高くしちゃうっていう方法がおすすめになります。靴のとこにこうやって入れて高くすることもできますし、あと自宅だったらスリッパのとこにこうやって入れといてくださいっていう風に言ったり、あとはこれ自体をガムテープでもテープでも何でもいいんで、足の裏にこうやってなんかこう貼っちゃってくださいみたいな風にしたりしても、結構楽だったりしますんで、こうするとこう背屈ですね、ある程度角度を止めることができますので、背屈を止めるっていうことに関しては、こういうものを作ってあげちゃうっていうのがおすすめになるかなと思います。今回僕のですね、捻挫の治療っていうのをちょっと紹介させていただいたんですけど、もちろんこれだけで痛みが取れない人も結構いますし、テーピングの巻き方に関してはもっと詳しい方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、あくまでクリニックに来てくださった患者さんで、テーピングでなんとかならないっていう風に言われた人に関しては、僕はこれで十分なんじゃないかなと思ってます。で、この治療で対応できない人に関しては、先生に痛み取れないですっていう風にして松葉杖にしてもらったりとかいう風にしてもらった方が逆にいいとは思いますので、ちょっとこの方法ですね、こうちょっと試していただいて、これならいけますっていう人に関してはこれをちょっと貼ってもらった上で、特にこの内反を止めるテーピングなんていうのは患者さん自体も簡単に負けたりするんで、その患者さんのスマホをお借りして、こうちょっと写真とか動画とか撮らせてもらって、こういう風に自分でもやってみてくださいっていう風に指導するのが一番効果的なんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみていただけたらと思います。今回は捻挫後の評価と治療についてお話しさせていただきました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたら、コメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。